よっと。めんどくせえな。
ガイ先生に俺らの特訓してくれるように頼んガイ先生、あなたらしく。まあそうなんだが、実は今俺は緊急事態に陥っている。緊急事態？そう、緊急事態。この最悪な状況から抜け出すには近くの森に生息している花が必要でな。それを取ってきてくれんか。お、もちろんだってばよ。よし、では地図に花の位置をつけておこう。いいか、これは非常に困難で危険な旅だ。非常事態でなければこんなことは頼まんのだが。大丈夫だってばよ。すぐにその花持ってきてやるよ。門のとこ。行くぞ。待て、ナルト。ちょ、急いで花。俺はナルトと行くぜ。お前の動きは見切った。
何か匂うぜ。Yeah!
取りに来た子供ってのはお前だな。欲しければ戦って取るんだな。まるでダメだな。多すぎる。なんだって逃げろってのかよ。ない先生を治すのに花を届けんだ。ネジの言う通り。ダメだな。お前の動きは見切った。
前たちには礼の言葉もない。楽勝だって。何が楽勝だバカ。全然楽じゃなかったろうが。ガイ先生、わからないんですが、一体どういう病気なんです、この花の薬効は。ああ、これか。あ、これは俺専用の特別調合シャンプーに欠かせない材料だ。この花が心ときめかす香りをもたらしてくれる。そんな、先生言ったじゃねえか、緊急事態だってさ。その通り。冗談だろ。気づくべきだった。しかしわかんない。そんな理由でこの子だ。この花ならそこら辺にあるだろうに。それに、あいつら雇った。何事も限界まで己を試す。ただ単に花を摘むだけの行為。信じらんねえ。君たちは見事に知れ。よくやった君たち。